さあやっていきましょう。シングルレーティング1820。やべえ、もう200戦、やばいですね。なんか今シーズンめちゃくちゃやってますね。やっぱ実況動画やろうってなったら、やっぱそれだけ対戦するもんなんですね。うわー、100下、100下はあかんでしょうよ。100下は事故ですよ。対戦お願いします。はい、負けた負けたですね。これは負けたですね。まあ、ガブ、クレセ、ゲンガ、バナをどうしようかな。ガルカをゲンガーか。ガルカゲンガーか。いやー、さすがにゲンガーだろうな。いや、か、違うわ。ガルーラ初手で投げて、クレセバックで、ガブとか。いや、右上の存在が気になるね。非常にね。非常に右上の存在が気になるね。ガルドは入れらんないから、やっぱゲンガーか。メガ2体選出、ありですね。いや、ありなんですよ。全然メガ2体選出ありなんですよ、このパーティー。使ってみて思ったのは、いやでもガブかな。なんかガブ、なんか安直っぽい気もしないでもないよな。なんかバナが、いやでもバナとゲンガーだったら多分勝ってくれると信じる。対戦お願いします。多分ね、勝ってくれる気がするんですよ、多分ね多分な。はい、ライボー。さあ、まあ、これは一応お互いに結構気まずい関係ですよね。どっちかだな。まあでも自信打ちましょうか。初手は安定行動。あれあれ、メガライボのメザ氷って耐えませんでしたっけ。ガブ威嚇、え、耐えなかったっけ。耐えるよね。耐えますよね。だよね。低乱数だったっけ。え、なんか別にライボには突っ込んでいいっていう、そういうイメージだったんですけど。さあガブちゃんさあ何ガブちゃんかな。まあ、とりあえずクレセ連れてきたんでクレセ引きましょうかみたいな。さあそんしたら馬車の線が多分消える。馬車バナの線が消えたから多分ラス1ガルド臭いかな。そしたらさあここですか。ここ三日月の前するのもあり。鉢巻きっていう線をちょっとねねねねねでしょうね、でしょうね、鉢巻きでしょうね。ガルド、はい、ハマってる臭いけどな。選出はハマってる臭いですよね。したらクレセはもういらない。それこそ毒味がガルドの線を考えたら変に居座らせない方がいいから、でも剣米2か、まあいいか、いいか、はい、いらない、大丈夫。裏にゲンガーもいるんでガブは止まります。ガブは止まる。はい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 。でしょうね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 。OK ですよ。はいはいはい。で、毒毒を打ってくるんですよ。次、このガブリアスちゃんに。身代わりは打ってこれねえよな。毒毒だよな。それは当然な。はい。剣舞、チュインチュインっていうね。よっしゃ。これはなんか久々の回想じゃねえか。これは来たでしょ。ひぃー、マジっすかラム考慮してるんすかマジっすか。ラム考慮しちゃってるんすか。いや、まあ、自信打ちますけどね。
釣り交換読みとかそういうこと？はい、オッケー。さあ、まあ、スカーフガブっていう選択肢があるのがさ、まだそれがあるのか。スカガブはあかんな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 。スカガブはあかんぞ。いやでも悩んでるってことはスカガブじゃない。やっぱハチマキ。あ、わかんない。耐えた。対戦ありがとうございました。でも自信ってことは、多分相手の方は、あれでしょう、ゲンガディビオンだから。何を読んだんだ。まあ、激凛でよかった。まあ、ガルドか。ガルドを呼んでか。ああ、いい線でしたね。残念。もう一方のゴーストでした。あれですね。なんか久々に解消して、できたらすごい嬉しいんです。こんな、声色が高いの。はい、以上持っていいでした。また次のパートでお会いしましょう。